呪言目もしくは海ウ牛ウ目は海生哺乳動物の分類名。呪言とマナティの仲間が含まれる。原生種では2か4種のみの小さなグループである。呪言目の動物はいずれも草食性の温厚な動物である。水中生活に適応して前足がヒレになっており、後ろ足は耐火し胴体に隠れてしまっている。呪言目の動物には草食性の海生獣に 特有の問題として餌となる植物を胃内で発酵させることによって発生するガスの問題があった。大量のガスが体内に溜まり、比重が小さくなることによって潜水、遊泳は困難となる。この動物たちは他の動物よりも比重の高い骨格を備えることでこの問題に対応していると考えられる。呪言目は呪言科とマナティ科の2科に分かれるが、 いずれも暖かい地域の旋回に生えるアマモなどの海藻類を主な餌とする。アマモは藻類ではなく単オ用類の喧嘩植物であり、陸上の草に近い植物である。樹根目の分布域が主に熱帯から熱帯に限られていること、また樹根目が進化史上あまり反映しなかったことはアマモ類の生息状況による制限があったためである。これらの動物は 人魚伝説のモデルになったと言われている。また、ジュゴ言目のラテン名シレニアは、キリシャ神話に登場する、除海聖レ院ンに由来する。聖レ院ンは、その妖艶な姿と歌声で、船乗りたちを魅了し、海に引きずり込んだとされる。海星の哺乳類には、ジュゴ言目、クジラ玉、ヒズメメのクジラ類、猫目帰却した目、絶滅したタバハシラメの四つの代表的グループがある。 このうち、比較的繁栄した二つのグループ、クジラ類とヒレアシシタメが肉食性であるのに対して、二つの小さなグループ、樹言目は草食性、タバハシラ目の食性は今なお不明である。海牛類は、クジラよりも、ゾウと近縁である海牛類は、一見アザラシ類やイルカ類と姿が似ているが、海牛類とこれら気脚類やクジラ類との間に、 系統的な類縁関係はなく、修練進化である。四神予の始めに、金ひづめ類の一種から分岐したと考えられるが、同じく地下蹄づ類から派生したと考えられるゾウと、金縁であり、ゾウから直接分岐したとする説もある。ゾウメ、十本目と同様に金縁の束柱目は、テチス回周囲で初期の放散を開始したと見られ、テチス重類という上位、クレードにまとめられる。 ペゾシーレンポーテリの骨格標本。国立科学博物館の展示。ジュゴン目の原生群は、ジュゴン科とマナティ科の2科に分類される。ジュゴン目の最古の化石は、ジャマイカのシシンヨの地層で発見された、ペゾシーレンペゾシレンである。ペゾシーレンは、水星に適応しながらも、獅子を持ち、陸上での体重負荷に耐える関節を残していたと、見られる。ジュゴンは、 インド洋、太平洋に生息しており、マナティーは、大西洋、フロリダ、アマゾン川など、大西洋に注ぐ河川に生息している。日本の南西諸島に、少数のジュゴンが生息するが、これはジュゴン分布域の北限である。絶滅したステラー海牛は、ベーリング海を中心に生息していた。ジュゴン目の別名、ウミウシ目は、マナティーを指す、ウミウシから来ている。 マナティの名が一般化した現在、原生のマナティがこの名で呼ばれることはほとんどなくなったが、全滅種のステラー海牛をはじめ、化石種の多くにも海牛の名が付けられ、これら全滅種は海牛と呼ばれることが多い。日本では約30カ所で海牛類の化石が発見されている。発見地の約20カ所は北海道であり、 ステラー海牛と同じ寒冷適応系の海牛類が多い。ドーミング、DP、ザーリエストノーンフリークワドラペドルシレニアン。ネーチャー413、625から627、ドイ、10.1038、35098,072、一瞬0028から0836、http モナ、ウィー、エドゥー、ジョバグジオル、ジョミューズム、 パザスレネティーリーアーティコル PDF ありがとうございます。